い、どうも赤星です。どうも、もう返せません、赤崎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ついに行ってまいりました、ラーメン二郎京成大久保店、千葉県船橋市。ラーメン二郎全店制覇でした。よいしょ。すごい、41店舗は回って、なかなかないよ、回りましたね。まあ、京成大久保店は味噌ラーメンが置いてあるということで、はい、こちらの賞全部マシマシで完結ということで、ね、最後味噌で締めました。そうなんですよ、一番最後が味噌ということでね。うわ、麺麺、まずは引き上げていきましょう。こちら、うわー、引っ張りましてね。まあ、麺量はね、そこまでモリモリなわけではない。いや、基準おかしいから、モリモリだからね。モリモリですか、うん、一般的に考えるとか、まあ、つるっつるのデロ麺でございますね。確かに、つるつるしてるのは見ても分かりますね。あー、非常に食べやすいです、ね、うん。90分の麺はね、もう一度引き出したんですけども、はい、なんと、ね、麺を飲み込む前に次の麺に行けてしまうほどずるずるいける。あ、まあまあ、それは赤星のペースでもあるよ。それぐらいうまいというね。うまいということです。でもこれスープね、ちょっと傾けましたけども、はい、やっぱりうまいと、まあ、出ましたけど、まあ、味噌ね、うまみが強くてね、ほんのりね、魚介の味、魚介も入ってるんだ、エッジが効いたうま味噌となっておりますね。お、豚。さあ、そしてそのままね、豚に行きましょう。はい、ね、豚は固まってゴロッと入ってるわけではなくて、はいはい、散りばめてある。ああ、細かいのがたくさんあるっていう、バランスのいい柔らか豚。あ、食べやすそう、ね、バラ肉かな。あ、塊も入ってるんだ、ね、塊豚もありますね。こちらもゴロッと一口。肉汁とともにね、この染み込んだ味噌が溢れ出すんですね。非常に美味しい。そして味噌ニンニクシャワー。いや、わかんないけど、これは京成大久保でしか味わえない、まあ、味噌だからね、で、まあ味噌、ニンニク、野菜っていうことで、ね、いやいや、並べただけですから。これがね、一つに集中して三つね、三つとも一気に食べて、くたぎみの野菜にもね、どんどん味噌スープ染み込んでいくんでね、非常に濃厚、濃い。そしてなんと、胡椒が白と黒のブレンドタイプなんでね。そうだったんだ。慎重にかけてます、ご覧ください、慎重でしょ。慎重にかけてますね、今回は。なんか A って書いてあったのなんか。それはまあ、お店の次第で。あ、それね、バカ馬で魂を揺さぶる味噌です。すごいね、揺さぶられてる、揺さぶられてます。というわけでね、今回はそのまま完食、揺さぶられた赤星が完食しました、全店を、全店完食です。ね、ちょっと丸ってやってます。あ、まあ、やっぱ調子乗っちゃうね、やっぱね、調子乗っちゃう。さあ、81ということでございましたが、ね、平成を行ってみてね、これで全店、全店すごいね。いや、なかなかいないと思うよ、全店は。と思うよ、俺も。全国に何人ぐらいが全店制覇してるのか調べたいですよね。で、最後京成大久保会、京成大久保、北海道とか新潟とかね。先に行っちゃいます、先に行っちゃいます、びっくりする、ということでね、明日から2週目始まりますんで、2週目始まるんで、よろしくお願いします。